2つの近代が戦うわけです。で、まあ、2つの近代が戦った結果としてどうなったかっていうと、みんなもう忘れちゃってるんですが、アメリカが負けたわけですね。1975年にアメリカが負けます。ちょっとここで急速に世界の雰囲気が変わったんですね。もちろん皆さん生まれてない時だから言われても困りますけど、それまで世界でベトナム反戦で非常にこう左翼的なものが広がってるわけですね。日本でも全極闘運動をこう代表とするような左翼的な動きっていうのは非常に強くて、アメリカの中でもそうですね。反戦の動きっていう反戦運動っていうのはアメリカの中でも吹き荒れます。それからまあヒッピームーブメントに代表されるようなあるこうなんていうのかな、まあ、原始共産制に戻るようなあるその、平等主義というかそういう夢みたいなものが強くあるんだけども、1975年にアメリカが敗戦を迎えると世界の左翼的傾向は急速に消えます。だからなんでそのベトナム戦争が負けるとアメリカがベトナムに負けると急にその左翼が退潮するのかっていうのも不思議といえば不思議な話なんだけど、まあ現実にはその変貌して社会が大きくここで変わります。で、三角形の比喩で言っていくと、この段階でつまり三角形は止まるんですね。止まるとどういうことが起きるかというと、こういうふうに進んでたでしょ。そうすると前衛が後ろにピチャッとくっついちゃうんですよ、ね、前衛がこう地べたの下になって、むしろ後衛の方が 高みに達しちゃうんだよね。だからその社会的位置というか前衛が終わるという意味はこういう意味ですね。それで75年過ぎると、まあ、停滞というのが出てきます。前衛の停滞、まあ、あの現代音楽の人たちは現代音楽史の中では75年以降だと前衛の停滞という言葉が使われるので、美術史もずいぶん変わりますけども、停滞が起きます。で、まあここから先はちょっとね、私流の仮説だから当たるか当たらないか分かりませんが、今の例えばニューレイブとかいう今流行ってるけどちょっと前かもしれませんが、流行ってる音楽を聴くと本当にこう下に向かって落っこってるんですよ。音が下に向かって落っこちるんですよ。だから、ま、あの一番最初で言うとこういうふうに影に向かって垂直に上に影に向かっていきますよね。で、近代になるとこう水平の運動になりますよね。で、75年過ぎるとこう停滞ですよね。こうだからここに出てくる音楽っていうのはこうみんなこう貧乏ゆすりの音楽になります。まあ、代表的なのはブライアン・イーノの、音楽、環境音楽だし、それからその、まあ、皆さん納得してくれないかもしれないけども、パンクロックが76年に出現しますが、パンクロックも、貧乏ゆすりでその場所でこうジャンプを繰り返すようなそういう貧乏ゆすりの音楽になります。だからこうこの段階で停滞するわけですね。ところが今の音楽ってこう落っこっていく、こう下降してこう墜落していく音の時間の流れで作ってくるので、まあそれで考えると三角形がつまりこういうふうにひっくり返って、ね、つまりこの本来公営である仮想文化ですね、つまり下品でキッチなものですね、キッチなものがジョブ構造に来て、高級文化はこう下に落ちてしまうっていうの。で、しかも全体が下がっていく。まあ、だからその今日本なら日本の社会がこう疲弊してこう下降してるんだけども、これはだから日本だけではないのではないかと。ヨーロッパもそうですけど、ユーロにしても EU にしても、なんかほらついこの間までの夢みたいなものは消えてしまって、EU 自体も全体に下降していますし。それから、まあ、あのヨーロッパ諸国かなり右翼が選挙で台頭してきているので、まあ、ちょっとどうなるか分からない。ですから、まあ、この間のニューズウィークだとインドなんかでも明るい未来が語られたんだけども、実際にはインド社会が、まあ、腐敗してるっていうの、あの、まあ、そういうなんていうのああいう賄賂とかそういうものとか等々で腐敗してるからそれほど明るい未来じゃないっていうことを言うけど、まあ、中国もそうですけど、決してそんなに明るくなくてこう全体にこう起こっていく。だから、まあ、こういう下降関係でいうと、まあ、一種のこう神を崇めるよりは悪魔を崇めるというか、そういう方向性を今示してて、
それこそインターネットも何でも、まあ、一種の知識系というか、そういうものがこう台頭してくるというか主導権を持ってくる、時代だ。で、まあ、それで一応三角形の運動としてはこう説明ができるわけですね。でそういう時代変化があって、まあ、今の今日、まあ、今回テストでやっているグリーンバーグというのはまさにここの問題を言ってるわけですね。この、つまりモダニズムへこう転換してくる運動の時に前衛と後衛に文化が2つに割れてしまうという問題を、で彼はまあ積極的に湧き起こすわけですね。でその結果として純粋な前衛的な技術としてトロックの誤解がなしに、それは純粋、まあ、彼からすると純粋抽象の概念であり純粋文学であり純粋詩であり、そういうふうにこう、まあ、この半分ですね、この下半身ですけど、これ下半身を切り捨ててしまおうとするわけですね。これ上半身、まあ、でも、まあ、言い換えるとその近代っていうのはそういう上半身と下半身を実際は切ってたんですよね。実際は日本の中でも、別に近代の呪縛といって近代の中の影の部分、日本の中には影の部分ですね。だから分かりやすいところで言うと出雲取子っていう小説がありますけど、あれでその生産の方かなという学生の部分、出雲に行って、いう古いけど例えば山口本森にあった出雲取子といえば三浦和志さん、友達か三浦友達の役割が近代の姿勢の部分であるわけですよね。それでその出雲取子の方は古い日本の、封建的な古い日本の社会にいて、しかも、まあ、一種の流浪の民というか、その旅芸人もやってるわけですね。そういう、こう近代の暗黒というか取り残された暗黒の世界、その2つの上半身と下半身の、まあ、接触とその別れみたいなのを描いていくわけです。だからそういう形で常にこう分離していこうとするわけね。だから交わらない2人が結婚しないから別れる、ね、だからそういう調子のものというか、雪国も同じようなところありますけど、雪国というのはトンネルの向こう側にそういう古い、工芸文化が存在してて、そこに芸者がいて、いつも自分を待っていて、で最後火事になったかと思ったんだけど、昔の中で歩いちゃったけど、そういう風に明るい部分と暗い部分をこう切り離してしまう考え方、それが、まあ、近代の構造だったんですね。今僕らはこれ近代の構造終わっちゃったので、今こっちの方ですね、停滞以降で多分こう墜落のまさに暗い話だから皆さんに通達してきますけど、しょうがないんだけど、まあこれはもう時間の流れの問題、時間が流れる運動の問題だから、なんていうのかな、別に通達してたらどうってことはないけど、どうってことはないんですね、これですね。今の日産自動車の社長のゴンさんっていうのは、そのブラジル経済が破綻して、年間1000倍ぐらいのインフレーションの中から対抗してきてしまったんです。その1000倍ぐらいのスピードでインフレーションが続くってことは、だから千円札がさ、1年経つと1円になっちゃうんだから、価値が、ね、あっという間に価値崩壊をするわけですよ、すごいスピードで。でもそれでも1年かかるわけですよ、千円が1円になるのに。でその間に時間が長いわけだから、365分に時間が長いわけだから、そこで適切に判断していかなきゃいけない。だからそのレストランに入っても注文して食べてからお金払うともう値段変わっちゃうので、食べる前に払わなきゃいけない。パッパッパッと判断してくれる。その時に、まあ、ゴーンさんは非常に適切に早く判断してる、うん、だから脳が早い人は生き残れるということなので、何が重要かっていうことの切り分けをパッパッパッパやっていかないと、なんかグズ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 して、いると、もう自分が1000万持ってても今ね目の前に1万円しかないっていう、あっという間に価値崩壊が起きる。だからそういう時期に、まあ、比較的今似てるというのかもしれない。まあ、僕自身が今の現在の真っ只中に正確に今というものを把握できるわけですね。で、まあそういう前振りをして、グリーンバーグに入りたいと思います。